まあ、私もあのたまにですけどもデザインをしているんですけども、私がデザインするポイントは用途の美というか、使っていただくシーンを想定して、デザインをするということを常に心がけてます。でもちろん それプラスガラスの美しさだとか、いうようなことを合わせてということを考えているんですが、まあ、あのそんな中でこのお皿は縁が少し高い、プレートで、こういうお皿にちょっとだけお料理を乗せてもその余白の美というかいうような部分とも楽しんでいただくのもいいし、縁がこれだけあるんでわっとお料理を迫力あるように持っていただいても、使いやすいというような器を考えたくてこれを考えました。これは上の面は、ガラスの光沢感だとか、透け感だとかいうことを表現できるようにしてて、実は側面と裏は、曇らせる加工をしまして、その対比が出たりだとか、よりその艶感が際立つようにみたいなことは心がけて作りました。シンプル、日本語に直して漢字に直すとどうかなと思って、ソという字を思い浮かべて、それのお皿だからソ皿でいいやというような感じでつけました。実はこれ均等に作るっていうのがものすごく難しくて、そこはもう本当に職人のガラス目方千何百度もあるんで、目方測って作れるわけじゃないですから、もう目分量で目方をピチッと合わせて、しかもその偏りがない、ガラスの偏りがないようにセンターにピチッとやってペタッてやらないと実はこういう形にならないですね。それはいや職人がやってる姿を見ても本当すごいな、よくできるなと思いますし、そこ難しいところだと思いますね。まずセンターを出すことが一番難しいかな。結局ガラス垂らして機械で移動させるときにもう種が動いちゃうんで、それをまた元に要は戻して真ん中に持ってくるって、そこが一番難しいところかな。中心に持ってくるのにちょっと時間かかったりすると冷めちゃうんで、ちょっと上がってこなくなっちゃうんで、それで押し加減を調整しながらやってる感じです。とにかくなんかいっぱい活躍できるお皿がいいなと思ったんで、どんな料理というよりはどんな料理でも使えますみたいな、風になるといいなと思って。